割と弾けてる。オブドラッグ。俺も弾けてる。もっとジャイアントフレアドラゴン。なんだ、あんま見たことない。見ていいですか。そのスタートデッキのやつ。あ、スタートデッキのやつ。スタートデッキ2つ入れてある。まあそんなに関係ないか。これ軸ってわけじゃないか。どうしようかね。メラブレード。キャスト。はい。なんか太陽竜の香りがするね。あ、こいつ太陽竜か。はいはいはい。はい、で、3点。センターに上げるものそういう。なるほど。どうしよう、考えるね。ここはゲージ増やしとく。エンドレース。ドロー。今エンドレースがエンドレース。エンドレースって言う。チャージ&ドロー。これでも次いけるの。ちょっとここかけないな。ここは見えた。考えますね。ゲージ1払います。あー、お前か。ドラゴンオムズが落ちてしまったんだけど。でもまあじゃあこことここを使って2ゲージ払います。お、いいね。01バディコールダン。こいつか。ライフプラス1で、で、偶然落ちたんで01。まあ0は手札から落ちる。で、クロスナイズ。あ、じゃあこうだな。こうだな。クロスナイズ。こうします。フォーギーを入れる。で、クロスナイズ。で、こいつは移動持ちです。移動持ち。まあ、ここまでか。ゲージがないね。あんだけ増やしたけど。じゃあ、こいつのちっちゃいのでここにアタック。じゃあ3点入った。何が受けます。受けた。2点ファイター。じゃあゲージ出します。ゲージライフプラス、ゲージライフプラス1。こうやって太陽竜がいないとダメとか書いてなかったっけ。太陽竜が2枚以上いると、あ、これ太陽竜があるなら使えるだよ。太陽竜がいなかったら使えないね。じゃあちょっとライフ戻して、ゲージ戻して、じゃあそのまま2点受けていいですか。結構難しい盾だね。これどう崩されると使えない盾。装備取られてないかな。あ、バルナックル。だけど無理だ。お、バルが当たった。下がるよね。なんで、え、だってあれ再録だもん。じゃあ再録はアタックフェイズ。じゃあ移動しようかな。ちょっと今の反動だと俺は移動する。はい、完成しました。貫通か、はい、そういや。じゃあ3点、3点受ける。これ3になるんだね。ソウルガード移動できなくなった。エンド。お、これで武器の攻撃を止めたね、間接的に。ドロー。でもこれで移動はできない。まあこれハンドによるぜ。でもチャージ&ドロー。なるほど、そうなったか。え、でもハンド結構いいからいけるな。じゃあコール、はい、クロス、クロス、クロスしよう。これが悩みどころなんだよ、クロスするかどうか。かなり。じゃあ3点をファイターに。さすがに持ってるよな。はい、持ってます。まあ、さっき 見えたと思うけど。で、ファイナルフェイズ、はい、2ゲージ払って、はい、あれカボタに入れる。こっちだな。ドラグアームナウォールで、もう追撃をバルの方に。バル、じゃあ、おー、持ってる。きつい。エンドですか。エンドですね。こいつが2枚落ちると、こいつは移動貫通を得ます。まあ、ソウルガードすれば移動貫通になります。ソウルが、うん、ソウルがこいつです。で、まあ一枚でもソウル剥げば二枚落ちるから移動感つぶれると、そういう状態で。今ね、なんか翼
ンズ、6000だから足りてないぞ。守備6000こいつ。いやでも1万です。あ、1万になるのか。そういうことなんだ、はい、じゃあソルガード、じゃあ貫通ダメージ3エンドです。じゃあ俺だけただこれで移動を得ました。ドロー、こいつの効果が外されると移動で、墓地に2枚以上あると、2枚以上あるとその分1000上昇してさらに移動貫通を得るという、ちょっと難しいカードです。で、デッキに何枚も入れていいっていう。ああ、4枚以上入れられる。そうそうそう、それちょっと悩ましいかも。チャージアンド、ドロー、ドロー、ちょっと見ちゃった。これブリグロの進化の、ここはね、1ゲージ払ってドライブメモリー2ドロー、1枚2枚10しか上がらねえし、でコールしてこいつはヒット時ゲージ増やすやつ、クロスナイズで、さらにコール、じゃあアタックフェーズ移動、ケルディオのブレイク、じゃあ3点ファイター、これ何円で売れるの、通った、じゃあヒット時ゲージ増やします。でこの剣でここ、はい、倒した、バルを倒した、1点、はい、行きます、エンド、うん、どうしようかね、センター、うん、でバディホール、バディできた、はい、で回復、これでセンターモンスター登場、センターのモンスター破壊できるセンターにいないから、いない、うん、危ねえ、アタックフェイズ、アタックフェイズちょっと考えるね、移動するかな、移動考えますよ。ゲージがたんまりあるのが怖いんだよな。え、普通さ、ちょっと考えるね。じゃあ持ってないっしょ。手札そんな揃ってね。じゃあ移動しない。はい。何時ぐらいに戻ってくる？入った。分かんない。そしたら電話するから。入った。2点。受けます。はい。1点。受けます。ファイナルフェーズ。マジでー。ファイナルフェーズで。じゃあ重ねます。必殺コールか。はい。必殺コールか。はい。ちょっとここ持ってくる、でこれ単体攻撃向こうができない、向こうができない、はい、向こうができない、やっちゃった、でアタック、でこれでまだ1点上がって5点、5点分かった、いや向こうができないんだもんね、これに使っといても5点だから多分取ってたんだろうな、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いやー、いやーでもいや負けたと思った、これすごいな、途中負けたと思った、うん、あそこでバル破壊されてなくて、もしこれ移動してたら終わってた、そうだね、移動した方が良かったね、ちょっと強気に出ちゃったけど、無効化できないやつがいるんだ、うん、これゲージが足んなくて超ガチレアなのにこんなラーメン入ってます、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたとつめ